蝶屋敷に鬼が侵入した。かまど炭治郎は直ちに蝶屋敷に向かえ。え、本当なのか。大変だ。カナオ、忍さん、こんばんは。誰かいますか。鬼の匂いはしない。あら、炭治郎くん、忍さん、無事でしたか。よかった。他の皆さんも無事ですか。鬼の侵入のことを聞いたのですか。はい、ガラスが伝えに来てくれました。それで来てくれたのですね。ありがとう、炭治郎くん。屋敷のみんなは無事なのですが、実はカナオだけが。カナオが、カナオが一体どうしたんですか。何かあったんですか。ええ、鬼が来た時にカナオはお風呂に入っていたんです。それでお風呂場で血気術にかかってしまって。そんな。私がお風呂場に向かった時にはもう逃げられてしまいまして、血気術だけがかかった状態になっていまして。すぐに俺が助けます。血気術は時間が経てば解けるはずなので、命に別状はないのですが、せっかく炭治郎くんが来てくれたのですから、カナオと話をしてくれたらカナオも喜ぶと思いますよ。話はできる状態なんですね。ではカナオのところに向かいます。はい、お願いしますね、炭治郎くん。お風呂場の前に着いたのはいいけど、慌てて来てしまったけど、よくよく考えたらお風呂に入っていて血気術にかかったってことは、カナオは今その裸。誰？しのぶ姉さん。カナオ、無事か。俺だ、炭治郎だ。カナオの姿は決して見ないようにするから安心してくれ。炭治郎、来てくれたんだね。ありがとう、嬉しい。怪我はないか？元気なのか？うん、どこも怪我してないし元気だよ。だけど、お風呂場に閉じ込められちゃったの。風呂場から出られないのか？うん、鬼に。お前をここに24時間閉じ込めてやる。って言われて、それで扉が開かなくなって、この窓だけ10センチくらいは開くの。この隙間じゃ私は出ることはできないけど、物の受け渡しとかはできるから助かってるよ。そうだったのか。血気術が解けるまでここで過ごそうと思ってる。一刻も早く出してあげたいけどな。大丈夫、しのぶ姉さんがさっき差し入れしてくれたんだよ。差し入れ？うん、あ、私ね、今水着を着てるの。しのぶ姉さんが持ってきてくれて、何かあった時に裸だと困るだろうから着ておいた方がいいって。そうか、さすが忍さんだ。気が利くな。だから炭治郎は窓の隙間から私の方を見ても大丈夫だからね。うん、カナオの元気な姿が確認できるんだな。ありがたい。ここの隙間だな。うん、これ以上は開かないのか。血気術のせいでこれが限界なの。そうか。カナオ、炭治郎、よかった。本当に元気そうだ。そして水着姿がめちゃくちゃ可愛い。うわ、こんな時に俺ってやつはカナオの水着姿に見とれるなんて、なんてハレンチな男なんだ。穴があったら入りたい。カナオ、驚かせちゃってごめんね。ずっとお湯に入ってたら体がふやけちゃうから、一旦お湯から出ようと思って。そうだよな。なんとかカナオを早くここから出してあげたい。くし
大丈夫か、カナオ。お湯から出たらちょっと寒くなっちゃった。待ってろ、今タオルを持ってくるから。体が濡れたままだと風邪をひく。すぐに来るからな。ごめんね、ありがとう炭治郎。急げ、急ぐんだ俺。カナオに風邪をひかせちゃいけない。誰か、葵さん。炭治郎さん、どうしたんです？そんなに血相を変えて。だタオル早く持っていかねば。タオルですか？カナオが早くしないと風邪をひいてしまう。炭治郎さん、ものすごく必死ですね。大丈夫です炭治郎さん、私がちょうど今タオルを届けるところだったので。本当ですか？よかった。急いで持っていきますね。あ、やっぱりせっかくだからこれは炭治郎さんに持って行ってもらって、他に必要そうなものがあれば私が取りに行ってきます。ありがとうございます。あと何が必要なんだろう。閉じ込められて退屈だろうからな。本とか。いいですねそれ、カナオの好きそうな本を持ってきます。あとお腹も空くだろうし。食べ物も必要ですね。おにぎりでも作ってきますね。ありがとうございます葵さん。いえ、こちらこそ。カナオ大丈夫か？タオルを持ってきたぞ。カナオ、カナオ、しっかりしろ。まさか気を失って。くそ、カナオを助けなきゃ。窓をこじ開けて。やっぱり開かない。あれ、炭治郎？カナオ、よかった目を覚ました。大丈夫か？気分は悪くない？ちょっと眠かったから寝てたの。え？そうか、寝ていただけだったんだな。よかった。炭治郎、すごく心配してくれてる。嬉しい。これ、タオルだ。風邪をひかないように体を拭くんだぞ。うん、ありがとう、炭治郎。キュッ！どうした？冷たい。え？そうか、お湯が冷めちゃったんだな。そりゃ時間が経ったらお湯も冷めるよな。よし、俺がお湯を沸かしてやる。今薪を持ってきて火を起こすから。待ってて、すぐ戻る。あ、炭治郎、行っちゃった。私のためにあれこれしてくれて嬉しい。カナオ、持ってきたぞ、薪だ。今お風呂を沸かすからな、待ってろ。うん、ありがとう。カナオ、あ、葵？カナオの好きそうな本を持ってきたよ。わあ、ありがとう、すごく嬉しい。それと食べ物も、お腹が空いちゃうよね。美味しそうなおにぎり、葵が作ってくれたの？ありがとう。葵が作ったものは何でも美味しいんだよね。あ、葵さん。炭治郎さん、どうしたんですか？汗をかいて。はい、薪を切って火を起こしてきました。そうだったんですね。あ、お湯がだんだん暖かくなってきたよ。炭治郎、ありがとう。葵さんがおにぎりを作ってくれたんですね。おにぎりの隣にあるのはラムネです。カナオはラムネが好きなので。そうなんだ。あと、退屈しないようにシャボン玉も持ってきたよ。わ、嬉しい、ありがとう葵。そうか、カナオはラムネとシャボン玉が好きなのか。俺はまだまだカナオのこと知らないことがたくさんあるな。葵さんにはかなわないな。いえいえ、炭治郎さんがカナオを思う気持ちには誰もかなわないです。え？いや、その
こんな汗だくで薪を持ってきてくれるなんて。炭治郎さんが来てくれてよかったね、カナオ。二人ともすごく照れてますね。様子はどうですか、カナオ。あ、しのぶ姉さん。みんながいろいろしてくれて、私は全然大丈夫だよ。みんな本当にありがとう。あら、本まであるのね。それにおにぎりも。シャボン玉もあるよ。葵が持ってきてくれたの。それは気が利きますね。さすが葵です。そろそろお湯が冷める頃なので、沸かしましょうか。って、あら？もう薪を入れてあるわ。炭治郎がお湯を沸かしてくれたの。それは、なんて気が利くんでしょう。さすが炭治郎くんですね。炭治郎さんはカナオのためにとあちこち走り回って、それはもうカナオに尽くしてくださいましたから。いや、そんな言うほどでは。カナオはみんなに愛されていますね。さて、でも夜も更けてしまいましたから、夜をここで過ごすのは少し心配ですね。ますます寒くなりますし、鬼がまた来たら大変です。しのぶさん、俺が夜通しカナオの護衛をしますから、ここは任せてください。あらあら、それは頼もしいですね。はっ、え、あら姉さん、お風呂場の戸が開くみたい。さっきまでは開けられなかったのに。ってことは出られるのか。え、そうみたい。本当か、よかった、かなおごめん、嬉しさのあまり水着姿のかなおに抱きつくところだった。俺としたことが。炭治郎ならいいよ。あらあら、相変わらず仲がよろしいですね。こうしてカナオは24時間経つ前に無事にお風呂場から出ることができた。後から聞いた話だと、カナオに血鬼術を使った鬼が山にいたところ、偶然遭遇した義勇さんがやっつけてくれたそうで、それで急にお風呂場の扉が開けられるようになったらしい。閉じ込められて私のためにあれこれしてくれた炭治郎のこと、もっともっと好きになっちゃった。炭治郎や忍姉さんたちの話も他の動画でも見られるので、よかったらチャンネル登録してくれると嬉しいな。また他の動画で会おうね。